街には印鑑のお店から、えー、本屋さんから、そして、えー、文房具店、えー、はたまたあ新聞販売店、いろいろな障害がありますが、今、なかなか環境が厳しい中にあります。でも、全く印刷の知識がなくても、私たちは印刷ピンジャパンという、えー、データを放り込みは、 相談から納品、集金までししててくれる事務局が用意してありますですから、えー、窓口として、えー、データの作れる、例えばデザイナーさんとかコピーライターとか、あそれから企業の中でデータが作れる方たちだったら、えー、そこに直接、えー、データを放り込んでもらえば、自社のサイトに来たデータが そのまま本部の事務局、印刷金ジャパンの方に流れます。そこには相談から納品、集金までしてくれて、その窓口になった会社に、えー、月々のマージンが振り込まれてくれる、そんな仕組みがあります。実は印刷代ではなかなか競争が厳しくて儲かりません。ですけど、そこに QR コードをつけることによって、中身の 例えば動画を入れたいとか、インスタグラムをつなぎたい、YouTube をつなぎたい、ランニングページを入れたい、通販サイトを入れたいっていうことをビジネスと考えるならば、コピーライター、もしくはクリエーターの方たちとネットワークを組むことによって、その中身のソーシャルメディアのコンテンツ制作がビジネスだと考えれば、とても便利な、 印刷通販サイトが手に入るわけですそんな人たちに私たちは定期的にコンテンツの紹介をしながら素人の人たちでも印刷会社になれるような仕組みを構築しました。